ジメトキシメタン、またはメチラールは無色で可燃性の液体である。沸点や粘度が低く、溶解力が非常に強い。クロロホルム様の匂いと刺激的な味を持つ。ホルムアルデヒドのジメチルアセタールである。ジメトキシメタンは水に溶け、ほとんどの一般的な有機溶媒と混合する。消防法に定める第4類危険物第1国湯類に該当する。 メタノールの酸化化または、ホルムアルデヒドとメタノールの反応により生成する。酸性溶液中では、ホルムアルデヒドとメタノールに、加水分解される。アノマー効果のため、ジメトキシメタンは、CEO 結合の周りで、アンチ型ではなく、合ュ型を取りやすい。この分子は、このような効果を示す最小の分子の一つであるため、 炭化水素化学では大きな興味を持たれており、アノマー効果の理論研究ではよく用いられる。工業的には、主に溶媒用途、または、香水、樹脂、接着剤、塗料除去剤、保護被膜等として用いられる。その他の応用としては、有機合成中にメトキシメチルエーテルとして、アルコール元を保護するために用いられる。これは、乾燥時クロロメタン。 またはクロロホルム中で5酸化にリンを用いることにより行われる。クロロメチルメチルエーテルが用いられることが多い。メトキシメチルエーテルは P、トルエンスルン酸の存在中でメタノールを用いることにより除去することができる。ありがとうございます。